はい、すみません、大変長らくお待たせいたしました。本日は結成ナンバー悪役組合 VS 吉本新喜劇開催会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めますザ・プラン9の浅越恵です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、さあ、ナンバー悪役組合は本物のワルの役者を揃えたプロの悪役集団でございます。まずはナンバー悪役組合、組合長の永原誠樹さんと副会長の高山智博さんにご登場いただきましょう。どうぞ。こちら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、五重君、はい、副会長ではない、副組合長ですか。失礼いたしました。はい、お願いします。いや、でも僕はそんな大きな心で受け止めてるんで。ありがとうございます。心の広い悪なんで、いつもの高山さんじゃないかな、ね、お願いします。さあ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 、はい、こちら組合長の誠樹さんからナンバー悪役組合の結成の経緯などを詳しく説明していただきたいと思います。はい、何年か前からちょっと、まあ、吉本っていろんな、まあ、芝居の集団もあるんですけども、はい、まあまあ悪役っていうあえて汚れのそういう集団ってないんですよね。逆にその悪役っていうのは主役系の演技を要求される場合もあるじゃないですか。確かに。で、要はだからそういうものを作っていって、これから先この組合員からドラマ映画舞台とかをそういうふうに送り込んでいって、はい、まあ、もっと吉本も、まあ、違うその分野でいけたらなということで結成しました。悪役専門で。そう、だから東京に悪役紹介したでしょ。はいはい、まあ、ものすごい僕は尊敬してます、はい、でももう残念ながら矢野さんとこも年齢も上がってきてるんで。確かに確かに。そうしたらもうそれやったら僕はちょっと生きのえ若いもんもいっぱい使っていったら面白いんちゃうかなと、うん、尊敬はします、はい、ただそこに勝ちたいっていうのがあるので、せっかくなんで。はいはい、楽しみです。はい、はい、さあ、そして先日プロアマ男女問わず行われましたオーディションがございまして、組合員が決定いたしました。はい、こちらの方々です。どうぞ。怖い、怖い、あ、かわいい、あ、怖い人、来た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 、はい、はい、さあ揃いまして、いろんなメンバーがいらっしゃいます。では順番に自己紹介と意気込みを一言お願いいたします。柳瀬隆夫と申します。よろしくお願いします。今日はアルバイト休んできましたこの組合で頑張ってビッグになって一刻も早くアルバイトを辞めれるように、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こんな怖い人がどんなアルバイトしてるのか。レストランです。レストラン。いやいや、ね、普段からね、やっぱりネタとか考えて、はい、まあ、イベントとか出てるんで、はい、でこうラインとか見とっても、はい、一生懸命動いてるんで、はい、ほんならね、そういう一生懸命やってる子はね、ちょっと両差し伸べて受けたらなと、はい、そしてこの顔見てください。こんな顔ないもん。ないですね。これ売ってんのこの顔。いや、売ってません。そんな顔ですやん、昭和30年代の悪い顔やからね。母に感謝ですね。そうですか。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。レストランのちなみに何を担当されてるんでしょう。パスタとオムライスを。うまいのそれ。うまいです。お願いします。はい、ありがとうございます。作ってるんですね。はい、はい、続きましてお願いします。村越と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。僕も悪役というのは興味ありましてですね、まあ、はい、性格もすごい悪役なんですよ。普段そのあるんですか。もうね、売れてるやつ全員地獄落ちろ思ってますんで、はい、それツイッターで書いたりしますからすごいやつ。それちょっとガリガリに近いから、それを演技に生かしたいなと思います。手話経験は、あ、コント20年前にコントをコント時代にブランクがあるんですけど、ブランクがあるんですけど、ね、はい、まあまあでも、盆明けから2週間ぐらい稽古します。はい、さあ、みっちりします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして新田由良です。小学6年生の12歳です。悪役組員の一員になりましたが、その中でも身長が小さい方であまり目立たないかもしれません。でも、舞台を見ていただいた方に印象に残る演技がしたいです。よろしくお願いします。お願いいたします。ミリちゃん、ちょっと可愛すぎます。いや、だからオーディションで子役も募集して、彼女とか、まあ、実際オーディションを僕と、関係でやってる新見るの帝王ってあるじゃないですか、はい、あれの監督と、はい、そして吉本新喜劇の昔の男女茂さん、はい、3名でちょっと審査させてもらって、まあ、彼女なんて、
まあ、満場一致で、うん、まあ、のびしろがあるんじゃないかと、はい、可愛い女の子でも悪いことやってもええんちゃうかという、おお、はい、こんな可愛らしい笑顔でね、そうですよ、芝居になったら悪いことを指しますから、指してるんですね、はい、あくまで芝居ね、はい、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。さあ続きましてどうぞ。よろしくお願いします。小学6年生の11歳の荒井もときと申します。この悪役ミューに入れて声が出ないほど嬉しくてガッツポーズもしました。うん、南の帝王を見て統一はいけないことだけど頭が良くて、また銀次郎さんを最後は人を助けることが正義の悪役だと思うので、僕も体が小さくて目立たないですけども全力を尽くして頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりしすぎて。7歳よりしっかりしてる。いや、あのね、書類審査で、はい、見た時にもう、はい、すぐ採用。え？メガネ。書類でメガネ。メガネの子供で悪いやつ取れへんやん。あ、だからあえて。あえて。悪役組合でしょ？はい。もう彼、荒井君、悪く刺しますから。悪くない。だってもう、毎日そったろってるからです。このメガネがいつか3年になるんでしょうね。ギャップでね、彼みたいなのが悪いことやったらおもろいじゃないですか、うん、こんなちっちゃい子から統一という腕が出ると思わないですよ。そしてね、今の、オーディションやってみて分かったのが、悪役っていうイメージはもう竹内力さんとか、うん、今南の手当てる、千原ジュニア、はいはいはい、そこのイメージなんですよね。うん、それでみんな来てはるから、あ、そうですね、はい、頑張ってどう変わっていくのか楽しみに。さあ続きましてどうぞ。泉健馬レリウスです。6年生で12歳です。この組合に入ってみんな驚かせるぐらいの悪役になりたいです。よろしくお願いします。お願いいたします。え、名前がちょっと変わってますね。泉健馬レリウスです。あれ、これは、はあ、はあ、分かった。どこと僕へ。ドイツと日本です。そう、で彼の野望がすごいんですよ。野望なんやったの。世界征服。そう、なんだと。まあ世界征服なんですよ。で、もし世界征服したらどうするんやったかな。全員奴隷です。はい、奴隷です。悪いな。そうです。そしてみんなのな、税金を使って悪くていっぱいすんねんな。はい、そう。彼の目標は世界征服ですから。税金を取るシステムはそのままで、はい、彼が使いますから。もう松田さん超えますから。全員奴隷。はい、奴隷です。これはすごい。奴隷なんですか。怖いこと考えてますね。12歳の子が世界を征服して全員奴隷にするんです。だから言えません。組合長も奴隷になっちゃう。なってしまうんですよ。だから世界征服の前に止めたらなかなと。いや、本当に頼もしいメンバーでございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ続きまして、杉林純三です。役者とかは全く経験ないんですけど、うん、まあ、まあ、昭和のピラニア軍団みたいになりたいなと思ってまして、死ぬ気で頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう見た目が上手で、ね、見た目が怖い雰囲気ですね。なんかもう、昆虫の顔してるんですよ。昆虫っていやいや、でも彼は実際パンクバンドやってまして、あ、そうだね、はい、だからもううちの担当の人も知ってるし、かなり過激なバンドやったんで、だから向いてるんじゃないかということで、あ、音楽も取り入れられますね。どうしましょうかね。はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。この悪役組合の音楽作れます、はい、作れます。決定。決定ですか。決定、決定、楽しみ。いや、どうせやったらね、やってもらいましょう。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ続きまして、鳥取悟です。61歳です。全く初めてで、経験はないですが、もうせっかく要件のメンバーから選んでもらって、さん選んでよかったって言える、言ってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いや、65位ですよ。すごい幅広いですね。でね、オーディションの時に聞いたんですよ。はい、例えば稽古始まったら僕年下じゃないですか。そうですね。そんな人間に、はい、おっさんそんなんじゃあかんでとか、稽古やから怒りますよと、はい、言うたら、うん、なんと、いや、わし千葉で勤めてるけどいつも怒られてんねん。大丈夫だ、怒られて慣れてると思ったいうことで、はい、怒られるような仕事っぷりってことですか。それいや、でもちょっとだけある、ちょっとだけあるということですね。はい、でもいい肌の色ですね。ありがとうございます。飲んでるんですか。いや、飲んでます。大丈夫、はい、大丈夫です。口のない感じもいいですね。
社は何屋さん？魚屋です。魚屋さん、はい、大学入ってますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、さあ続きまして、野川哲也です。よろしくお願いします。昭和40年代のヤクザ映画、バイク映画大好きです。今回、必死に盛り上げて、悪役といえばナンバー悪役組合かなというね、何を頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。いや、こちらも見た目がいいですね。はい、で、まあ、彼はいろいろ聞くと、まあ、若い時に自主映画を作ったと。はい、で、まあ、そこからまあ仕事もして、今なんとか人だなってもついたんで、うん、次は演者としてやりたいということで、うん、それも倫理に伝わったんで、うん、合格すること。ありがとうございます。はい、どんな方ですね。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この他にも本日スケジュールの都合で参加できない方もいらっしゃいますが、現在組合員は17名となっております。17名でございます。そしてプロアマ問わずということでしたが、まあアマチュアの方も結構いらっしゃる。もう今聞いた感じだとね、ここからも全員アマチュア。いや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 、知ってましたもん。やってます。二十歳から知ってましたよ。NSC 通ってはりましたよ、確か。通ってただけちゃうか。一緒の番組出たやでしょ。知ってました。そうですか。水臭い人やな。水臭い人。はい。でもまあ、芝居に関してだからね、2週間ぐらいちょっと、はい、かなっていうことで。みっちりと。はい、みっちりとちょっとやってみたいと思いますので、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、もう本当に、はい、すぐにもう映画ドラマに出てるメンバーになってるかもしれない。だからね、困ったって思うのは、はい、例えば、まあ、ここらはまあ吉本なんでいいですけど、ね、あの向こう3人さんは事務所もどこも所属してないんで、はいはいはい、逆にね、責任重大なんですよ。おー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 。だって、組合員になったからには仕事してほしいし。それはそうですよ。うん、だからそれで、まあまあ、家族としてやっていかなあかんなと思うから、はい、まあ、厳しいことも言いますけども、ちょっとなんとか。鳥取さん、61歳。僕に怒られるんですよ。ご家族の方は何ておっしゃってるんですか？あの、全然もう好きにしたらいい。応援体制で。はい。実際預かってると思うんですけどね。そうでしょ？はい。責任重大でしょ？頑張ってください。声入らへん。僕はカラーが違うので。すいません。さあさあさあ、ナンバー悪役組合は以上のメンバーでございまして、はい、大阪から日本全国アジア、そういう世界で活躍できる集団を目指しております。はい、その第一歩が9月11日にナンバーグランド花月で行われます。はい、結成ナンバー悪役組合 VS 吉本新喜劇です。さあ高山さん、内容を教えていただきましょう。はい、あ、そうですね、まあ、場所がね、ナンバーグランド花月なんで、まあ、お笑いの要素もありますが、ぜひとも注目していただきたいのは悪役の、ワルの本格的な演技を、本格的な演技を注目してほしいと思います。あとね、盾も練習しないかということで、それも考えております。はい、はい、なかなか盛りだくさん楽しみでございます。では清輝さんからも一言、はい、はい、お願いいたします。はい、やっぱり悪役という名前を使ってやるんで、なんとか盛り上げてやっていきたいと思いますので、一つまた皆さん協力よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。